東京マーケットワイド、この時間はゲストと電話をつないでお話を伺います。マネックス証券チーフストラテジスト、広木隆さんです。広木さん、こんにちは。こんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はですね、ちょっといろいろ8月に入りまして、新しい相場付きでこう景気よく行きたいところではあるんですがなんか昨日は月末の下落分をこう取り戻しましてですね、全部とは言わないまでも取り戻しましたが、今日またちょっと反落ということでですね、この8月のスタートをまずどんなふうにご覧になっているのかからちょっと伺えればなと思うんですが、いかがでしょうか。昨日はもうなんて言うんですかね、バカバカしいような上げだったんですよね結局、月末安っていうジンクスというかアノマリーっていうかね、ここまで続くと本当になんか気持ち悪くなりますけど、やっぱり7月末は案の定、月末特有の下落だったわけですね。日経平均で498円500円近い下げになったわけですけど、それを月が変わっただけで497円全部取り戻しちゃったっていうね下げた分そっくり上げたっていう、本当になんか行ってこいっていう感じだったわけですが、だから昨日一日の動きはもうその月末月初っていうのはこれも特殊な動きで、慣らしてみればもうなかったっていうことなんですけれども、で今日にしてみるとこの200円以上安い、これも全く説明がつかないですよね。単純にその先物とかそういうのに振らされてるっていうところだけなんでしょうかね。そういうことですよね。ただトピックスと下げは同率ですから、日経平均だけが値傘株の影響で下がってるってことではないんですが、だからやっぱり日本株全体がこの 0.7% 程度下げてるんだけども、アメリカ株下げたと言ったってダウで90ドルぐらいでしょ。そうですね。で、取引時間中にはまた史上最高値一旦更新してるんですよね。そうですよね。だからそれもあって利食いの反動で引けは安かったっていう、でナスダックに至ってはね、長期金利があれだけ下がってますから、ナスダックは小幅に反発ということですから、別に米国株安を受けてっていうのは理由にならないと。そうですね。こうなってくるとやはりこれもう日本株特有の弱さってことなんでしょうね。もう足元はもうコロナですよ、なんといっても。そうですね。感染が止まらないじゃないですか。で、要はこのコロナの感染再拡大第5波なのかな、そういうものがストレートに嫌気されてるってこと、プラス、なんていうんですかね、虚無感というか、あるいは政治不信と言ってもいい、つまりやっぱり何といっても国というか政府というかそういったものに対策をこう願いたいわけですけど、その肝心の政府がもう無策でしょう。つまり緊急事態宣言って言い出しても聞かないわけですよね。そうですね。今回緊急事態宣言東京に出してから3週間経ってるんですけども、この間感染増え続ける一方ですから、もうその飲食店とかにもう酒を出すなとかですね、時短営業とかね、そういうこと言っても聞かないのは分かってるのにもかかわらず、何もしてないわけですよね。そうですね。方策としてはその緊急事態宣言のみでこうずっと続けているというか、そういう状況ですもんね。そうなんですよね。それでもね、結局その緊急事態宣言が出されて、国民はこう素直に自粛して、これまではですね、やっぱり緊急事態宣言が出されるとそこで感染って不思議なことにピークアウトしてきたんです。そうですね、過去そうですもんね。それってのは要はかん緊急事態宣言が出されたタイミングがそもそも後手に回って、感染のピークぐらいで出されてたっていうタイミングもあるんでしょうけど、少なくともとりあえずこれまではなんとか緊急事態宣言で、一旦こうピークアウトっていうのがあった。ところが今回はもうそうじゃないですよね。だから明らかにその人手とかも全然減ってないというじゃないですか。いろいろ携帯電話のああいうもので調べたりとか、位置情報です ね、やっぱり丸の内とかあたりはもう全然普通に通勤してるわけでして、これはもういくらその酒を出さないとかっていうことじゃね、もう収まらないですよね。そこに加えてデルタ株でしょ、でこうなってくるともう手の打ちようがないっていう、なんかまるでこう政府もなんていうんですかね、何にもしないとかも投げ出してるっていう感じに僕なんか映りますけどね。確かに新しくアイデアを出して、でなんとか食い止めるような方策が
まあ、そのさっきからお話しあった緊急事態宣言だけでなんか乗り切れないのにどうするんだみたいな、そういうところになるわけですかね。そうなってくると、やっぱりこれは多分今政治不信と言いましたけど、やっぱり政治リスクにつながってるんだと思いますよ。はい、あ、この株価にもそれが影響してるってことですかね。うん、この秋には衆院選というのも絶対来ますからね。9月、はい、任期が任期満了ですからね。はい、なのでこれ衆院選やった場合、はい、この間の都議会選が前哨戦だとすれば自民党惨敗でしょう。まあ、議席20、30減らすっていうところまでは多分マーケットを織り込んでるんでしょうけども、はい、万が一自民党で単独過半数割れなんて言ったらこれは菅政権持ちませんから、あ、まあ、やっぱりまた政治の流動化ってことになるだろうし、その辺のところのやっぱり政治空白、政治の不透明さ、こういうのはやっぱり外国人嫌いますからね。で、日本株って本当にただでさえいいとこがあんまないのに、政治の安定っていうだけは数少ない長所の一つだったわけです、はい、ところがそれすら崩れてしまうと、またこれいつの先は闇のような状況で、はい、日本の政治、日本のリーダーシップどうなるんだと。で、ただでさえこのコロナをね、はい、もう一刻も早く乗り切らなきゃいけないときに、リーダー不在みたいな状況になったり、また政局の争いになったりっていう状況になりかねないですよね、これね。そうですね。でもそうなりますとですね、ちょっと今のこの株価、まあ、そこまで、まあ、すみません、個人的な印象なんですけど、まあ、織り込んでるとは思えないので、うん、そうなりますとやっぱりもっと株価下値、模索の展開が今後、まあ、仮にそうなった場合ですけども、うん、待ち受けてるってことになるんでしょうかね。まあ、このまま感染がこう、はい、収まらないことには、結局秋の衆院選での自民党惨敗っていうシナリオがますます濃厚になりますから、はい、それを食い止めるためにはまあ大型の景気対策とかね、したいわけですけど、はい、今回ばかりはその手が封じられますよ。結局 GoTo キャンペーンもできないし、給付金ばらまいてまた金使ってくれってわけにもいかない。結局コロナが収まらない限り、はい、景気対策が打てない、はい、それで今これだけの菅内閣発足以来最低の支持率のまま選挙に突入しちゃったらどうなるんだろうって話だし、その前には自民党の総裁選っていうのも来るんですよね。あ、そうですね。だからこう一体この秋の政治状況が混沌として全くちょっと見通せないっていう一つの、要は不透明な材料が一個増えるだけでもやっぱり相場にとっての足かせですからね。まあ、やっぱりその8月相場っていうのは前からちょっと日本株にとって鬼門でして、まあ、為替なんかの円高になりやすいっていうこともあってね、夏の円高なんて言われてましたけども、実際2000年以降のパフォーマンス見るとね、月でいうと7月8月っていうのはやっぱり一番悪いんですよね。夏枯れなんて、夏枯れよく言いますよね。だからちょっと厳しい、要はね、まあ、あの福永さん冒頭いよいよ8月相場入りですねとおっしゃってたんですけど、はい、もう1ヶ月厳しい、はい、時が続くかもしれないですね。あ、ちょっとシナリオ的にはそういう過去の、まあ、データ見てもなかなか、良い材料が出てこないとっていうか、まあ、良い材料がなかなか見つけづらい状況になってきてるというところになりますかね。そうなんですよね。まあ、ただ救いはね、はい、日経平均だけ見ると今これ27,500円の節目、ね、はい、いかにも弱いっていう格好ですし、あの200日線になんか上値を抑えられてる感じがしますが、トピックス見るとまた風景が全然違いますよね。確かに、はい、トピックスはまだその25日線とか75日線のあたりで絡んでいて、はい、こんな200日までは全然まだ差があるし、そうですね、はい、高値つけたの日経平均より1ヶ月遅れの3月ですが、そうですね、そこから見てもね、はい、まだそんなに大きく調整してないですよね、4% ぐらいですかね、はい、だからまあ見方によっては高値圏横ばいっていう感じにも見えますけどもね、トピックス言えば、となりますとやっぱり今その救いというところで見ますと、やっぱ業績発表がこう出てきてますけども、うんうん、まあ、特にあの海運は中身が良くてですね、まあ、連投してますし、まあ、ただまあ安川電機がスタートで結構その反応初日は良かったんですが、なかなかあと続かないっていうような状況がちょっと見られますけど、このあたりはいかがですか。いや、本当にこれそういうのが、ね、見られて、はい、まあ、本決算の時の安川ショックっていうほどではないんですが、初日で買われても後が続かない、アドバンテストなんかもそうでしたよね、はい、だから、まあ、ファナックしかりですけれども、はい、いい決算出しても後が続かないっていうのがまた今のこの相場の地合いの悪さ
をこう表してるとしか言いようがないんですよね、はい、ただね、あえて言っちゃうと、はい、間違った反応ですよね。あ、いい決算発表出してるのに売りで対応するって、それは市場が、はい、その短期的にはそれで儲かるかもしれないけれども、ファンダメンタルズ的にはやっぱりそのファンダメンタルズに逆行する株価のアクションですから、それは間違ったリアクションなんですよね。となります、あのミスプライスっていう、そういう、イメージでいいんですかね。どっかで修正が来ると思いますよ、はい、つまりこれだけその締めてみれば、今こう7社に1社が情報修正、しかも第一四半期の決算発表から情報修正してくるって珍しいですよね。そうですね、はい、だとするとこれ進捗時間が結構良くて、つまり今期の業績通期で、まあ、結構いい、相当いい業績になると思うんですよ、はい、そうするとやはりこれバリエーション面で見ても日経平均 PR 今13倍とかそういうレベルですから、そうですね、はい、まだ十分全然評価されてないんだと思うんですよね、この利益を、はい、だとすると今一時的にはこういう逆行安みたいなね、好業績が出ても株価下がるみたいな反応ですけど、はい、どこかでやっぱりこれ帳尻合わせてくるんだろうと思うんですよね。はははとなりますと、どうでしょう、あのタイミング的には先ほどからお話ありました、あの、まあ、選挙とかもいろいろイベントを控えておりますが、やっぱりその、ね、その辺抜けてからですか。秋深まってから年末だから、これね、さっき7月8月が弱いって言いました、夏枯れで、はい、でもその代わり11月12月は高いんですよ、これ年末だかっていう株の修正があります、はい、そこに秋にどう転んだって衆院選が入ってきますね、はい、衆院選のたびに株高ですから、これはそうすると選挙の株高が秋深まった頃に来るとなるとですね、はい、年後半から一気に切り返すっていうパターンが十分あるので、はい、この夏の弱い時は買い場ですよ。となりますと、やっぱり選挙どうでしょう、先ほどの話でいうと、やっぱ自民党というか、まあ、今の政府対策をいろいろ出して、でやっぱり選挙をなんとか勝利するような形に持っていかないとっていう期待をちょっとしておかないとってところでしょうかね。そうですね、これは今は本当に混沌としてますけど、はい、どっちに転んでも衆院選はやらなきゃいけないので、あるわけですから、で衆院選となると株高っていうのに過去つながってきたと、はい、で季節的にも秋は株の買い場ってことを考えるとね、はい、だったらこの夏の弱い時に買っとくっていうのも一つの手なんじゃないかなと思いますね。はい、わかりました。ちょっと期待を持ちつつマーケットを見ていきたいと思います。ひろきさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。マネックス証券チーフストラテジストひろきたかしさんに伺いました。